日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら日本の欲張りプレート、中華風炊き込みご飯のお豆腐から作ったお肉の麻婆茄子、いや麻婆豆腐でよくねと思ったんですと、こちらのお豆腐から作ったお肉のミラノスドイヤ&カポナータを食べたいと思います。どちらもお野菜と植物性タンパク質が作られたお肉があって体に良さそうですね。どれぐらい美味しいのかな。味が劣ってたら意味がないですからね。楽しみに食べていきたいと思います。でもさすがに冷凍食品でこのままでは食べられませんので、ちょっと加熱してきますね。ではしばしお待ちを。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、まずは炊き込みご飯と麻婆茄子から。量はそれぞれちょっと少なめな気もしますが、熱い熱い、ちょっと熱いので持って紹介できない、熱い、ちょっと申し訳ありませんが下の方で焼いてる。はい、こちら、おお、ほかほかしていて美味しそうです。麻婆茄子って言われには結構具材でかいですね。では早速食べていきたいと思います。熱いのでちょっと最初の一口だけ食べて、もう急いで下に置きますね。ではいただきます。温めるだけでお手軽にランチが食べられるなんて、いい商品だと思わない？私。そうですね。確かにお手軽でいい商品だとは思うのですが、です。ただ味自体が一長一短というか、好みが分かれそうというかという部分もあるので、どうだろうな。やっぱりいいところもあればちょっとなと思う部分もあるので、ある、まあなんと言っていいか、これではっきりいいとは言えません。トマトの酸味や麻婆豆腐の刺激は美味しい部分もあるのですが、一方で少し物足りないなぁと思う部分もあったりして、一言に言い表すのもしな、詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。どちらも結構お手軽に食べられる、ちょっとすみません、どちらも結構お手軽に食べられる割にはボリュームも野菜の味もしっかりあって本格的でした。でお肉の味についてなんですけど、まず麻婆茄子の方は結構しっかりとした歯ごたえと旨味が感じられましたね。で、ただ麻婆のなんでしょう、タレというかソースというかが結構刺激が強くて、そこで好みが分かれるかなと思います。一方で炊き込みご飯は結構中華風とかでもあっさりした味付けで食べやすかったです。自分は好きな刺激でしたけど、ちょっとやっぱり辛いのが苦手なのであれば少しお気をつけになって食べた方がいいですね。一方のミラノ風ドリアなんですと、カポナータなんですけど、こちらのカポナータはトマトの酸味が若干シュワッとさせるんですけど、かなり爽やかかつ甘めで比較的食べやすかったです。ただ一方でちょっとミラノ風ドリアはお肉よりもチーズの方が結構強く出ちゃっているので、麻婆茄子に比べるとお肉の旨味は弱いかなと思いました。なのであなたが何を求めるかによって変わります。食べやすいのは圧倒的にこちらなんですけど、お肉の旨味や刺激が欲しい場合は麻婆茄子、どちらも良さがあって一長一短という感じの商品だと自分は思いました。なので今回は、まあ、どちらもいいところもあればちょっと残念なところもあるということで4点とさせていただきます。まあ良性敗ってわけじゃないですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。